2024年甲子園大会注目選手詳細紹介、旧ファンの皆さん、お待たせしました。第106回全国高校野球選手権大会、いわゆる夏の甲子園が開幕しました。全49校による熱戦の火蓋が切って落とされたわけですが、今回は巨人の水野勝人スカウト部長が注目する選手たちを、詳細なデータとともにご紹介します。 第106回全国高校野球選手権大会13日、甲子園13日第4試合の花巻東で、第106回全国高校野球選手権大会は出場全49校が登場した。巨人、水野勝人スカウト部長が注目選手をピックアップした。投手では宝徳学園の今朝丸くんが際立ちました。上勢があって、将来性にあふれています。左腕では東海大相模の藤田君。 198センチの長身で145キロを超えるのは魅力的2人はドラフト候補になってくるでしょう関東第一の酒井君も力強い投球で変化球もうまく使えていました広陵の高尾君はピッチングの巧みさが特徴青森山田の関君花咲徳春の上原君北陸の武田君もいいボールを投げていましたねまず最初に最も注目を集めているのが宝徳学園の今朝丸宏樹投手です 水野スカウト部長は彼のことを際立った選手と評し、その上背と将来性を高く評価しています。けさ丸選手は身長188センチメートル、体重80キロの恵まれた体格を持つ右と右打ちの投手です。最高球速は驚異の151キロメートル毎時を記録しており、プロ注目の的となっています。けさ丸選手の投球スタイルの特徴は、長身から繰り出される角度のある速球です。 そのレパートリーは豊富で、最速151キロメートル毎時、常時140キロメートル毎時中盤のストレートを軸に、120キロメートル毎時代のスライダー、110キロメートル毎時前後のカーブ、そして120キロメートル毎時代のフォークと変化球も充実しています。それでは、ま選手のの最近の成績を詳ししく見ていきましょう。 2024年春の選抜大会では5試合に登板し24.1イニングを投げて防御率1.85という素晴らしい成績を残しました1勝1敗と勝ち星こそ少なかったものの18奪三振を記録し被安打19、吉四球はわずか5と安定した投球を見せました特筆すべきは準々決勝の大阪桐蔭戦での活躍です 9回5安打1失点の関東勝利を挙げ最速149キロメートル毎時を記録しましたさらに2024年夏の兵庫県大会では一段と成長した姿を見せつけました4試合に登板し26.2インニングを投げて防御率1.01という驚異的な数字を叩き出しています3勝0敗と負けなしの成績で24奪三振を奪う一方で飛安打はわずか16吉四球も7に抑えています 特に県大会決勝では9回5安打無失点の完封勝利を収めこの試合で自己最速となる 151km 毎時を記録しましたけさ丸選手の成長曲線は右肩上がりで球速の向上とともに制球力も着実に改善されていますこの夏の甲子園での彼の投球に野球ファンの皆さんもぜひ注目してください次に紹介するのは東海大相模の藤田るい投手です 水野スカウト部長は藤田選手について198センチの長身で145キロを超えるのは魅力的とコメントしています藤田選手は身長198センチメートル体重96キロという長身から繰り出す左腕投手で最高球速149キロメートル毎時を誇りますその特徴は長身から繰り出される角度のある球筋と左腕特有の曲がりを持った変化球です 2024年春の選抜大会では4試合に登板し27イニングを投げて防御率2.00を記録しました2勝1敗と好成績を残し11奪三振を記録する一方で被安打22、吉地球11とやや安定感に欠ける面も見られましたしかし2024年夏の神奈川県大会では大きく成長した姿を見せつけました 5試合に登板し、41.2インニングを投げて防御率1.30という素晴らしい成績を残しています。4勝0敗と負けなしの成績で、35奪三振を奪う一方で、被安打24、吉し支球12と請球力も向上しました。特に県大会決勝では、9回6安打1失点の関東勝利を挙げ、チームを甲子園へ導く大活躍を見せました。続いては関東第一の坂井良投手です 坂井選手は力強い投球で変化球もうまく使えていたと評価されています坂井選手は身長182センチメートル体重78キロの右な右打ちの投手で最高球速148キロメートル毎時を記録していますその特徴はストレートの切れ味の良さで特に高めの直球での三振の取り方に定評があります 2024年春の東京都大会では4試合に登板し28イニングを投げて防御率1.29という素晴らしい成績を残しました3勝0敗と負けなしの成績で32奪三振を奪う一方で被安打15、吉田支球8と安定した投球を見せましたさらに2024年夏の東京都大会では一段と成長した姿を見せつけました 5試合に登板し、35イニングを投げて防御率0.77という驚異的な数字を叩き出しています。4勝0敗と負けなしの成績で、45奪三振を奪う一方で、ヒアンはわずか18、ヨシシキも7に抑えています。特筆すべきは、夏の大会で3試合の完封勝利を収めたことで、その安定感は抜群です。次は、高齢の高尾響投手です。 高尾選手はピッチングの巧みささが特徴と評されています高尾選手は身長1 7 8トル体重7 2キロとやや小柄な右な右打ちの投手で最高球速1 4 5トル毎時を記録していますその特徴は緻密な配球と正確なコントロールで特にチェンジアップの精度が高く打者のタイミングを外すのがうまいと評判です 2024年春の選抜大会では3試合に登板し22イニングを投げて防御率1.64を記録しました2勝1敗と好成績を残し25奪三振を記録する一方で被安打16、四死球5と安定した投球を見せました2024年夏の広島県大会ではさらに進化した投球を披露しました 4試合に登板し、30イニングを投げて防御率0.90という素晴らしい成績を残しています。3勝0敗と負けなしの成績で、38奪三振を奪う一方で、被安打17、よし四球6と請球力も向上しました。続いては青森山田の関光一郎投手です 関選手は身長 185cm 体重 82kg の左投げ左打ちの投手で最高球速 147km 毎時を誇りますスピードだけでなくキレのある変化球を武器に打者を抑えており特に左打者に対する粘り強い投球が光ります2024年春の青森県大会では3試合に登板し21イニングを投げて防御率0.67という素晴らしい成績を残しました ゼロ敗と負けなしの成績で30奪三振を奪う一方で被安打10、四死球5と安定した投球を見せました2024年夏の青森県大会ではさらに進化した投球を披露しました4試合に登板し28イニングを投げて防御率0.32という驚異的な数字を叩き出しています 4勝0敗と負けなしの成績で42奪三振を奪う一方で飛安打はわずか12、吉野志も6に抑えています。特筆すべきは夏の県大会で2試合連続完封を達成しチームを甲子園へ導いたことです次は花咲徳春の上原大賀投手です上原選手は身長 180cm 体重 75kg の右並右打ちの投手で最高球速 146km 毎時を記録しています その特徴は安定感のある投球で特にスライダーの制球力が高く得点圏での粘り強い投球が光ります2024年春の埼玉県大会では4試合に登板し26イニングを投げて防御率1.38を記録しました3勝1敗と好成績を残し28奪三振を記録する一方で被安打18、吉地球7と安定した投球を見せました 2024年夏の埼玉県大会では一段と成長した姿を見せつけました5試合に登板し33イニングを投げて防御率1.09という素晴らしい成績を残しています4勝0敗と負けなしの成績で36奪三振を奪う一方で被安打22、吉地球8と請球力も向上しました 特に夏の県大会決勝では9回1失点の完投勝利でチームを甲子園に導く大活躍を見せました最後に紹介するのは北陸の武田天投手です武田選手は身長 183cm 体重 80kg の右並右打ちの投手で最高球速 150km 毎時を誇ります力強い直球とキレのある変化球で打者を圧倒する本格派右腕として注目を集めています 2024年春の福井県大会では3試合に登板し23イニングを投げて防御率0.87という素晴らしい成績を残しました3勝0敗と負けなしの成績で35奪三振を奪う一方で被安打12、吉地球6と安定した投球を見せました2024年夏の福井県大会ではさらに進化した投球を披露しました 4試合に登板し、29イニングを投げて防御率0.62という驚異的な数字を叩き出しています。4勝0敗と負けなしの成績で、48奪三振を奪う一方で、被安打はわずか15、吉野志休も7に抑えています。特筆すべきは、夏の県大会で4試合中3試合で完封を達成したことです。最終戦では18奪三振を記録し、北陸高校の伝統を受け継ぐエースとしての実力を証明しました。 今年の甲子園大会において読売ジャイアンツのスカウト陣が特に注目している投手たちについてまとめてみました巨人は常に即戦力となる選手や将来性の高い選手の獲得に力を入れていることで知られています今回の甲子園でも彼らの目は確実に次世代のエースを探しているはずです巨人のスカウト陣特に水野勝人スカウト部長が最も注目しているのが報徳学園の今朝丸弘輝投手です 水野部長は、際立った選手と評価し、その上勢と将来性を高く評価しています。けさ丸投手の188センチメートルという長身から繰り出される最速151キロメートル毎時の直球は、まさに巨人が求める本格派右腕そのものです。制球力も高く、変化球のレパートリーも豊富なことから、即戦力としての期待も高いでしょう。 巨人の本拠地である東京ドームは左打者に有利と言われていますが、今朝丸投手の角度のある速球は左打者攻略にも効果的と考えられます。これは巨人にとって大きな魅力となるでしょう。巨人のスカウト陣が注目するもう一人の投手が、東海大相模の藤田瑠投手です。水野スカウト部長は、198センチの長身で145キロを超えるのは魅力的とコメントしています。左腕の大型投手は常に貴重な存在です。 藤田投手の1 9 8トルという長身から繰り出される球は、打者にとって非常に対応しづらいものとなるでしょう。巨人は左のエース級投手の獲得を常に狙っており、藤田投手はその候補として高く評価されているはずです。また、巨人は投手陣の若返りを図っている最中です。藤田投手のような将来性豊かな左腕は、球団の長期的な戦力構想にも合致すると考えられます。 関東第一の酒井両投手も巨人スカウト陣の注目を集めています力強い投球で変化球もうまく使えていたという評価は即戦力としての期待の表れでしょう最速148キロメートル毎時の直球に加え変化球の制球力も高いという酒井投手は巨人が求める技巧派の右腕投手像にぴったりです特に 高めの直球での三振の取り方に定評があるという点は東京ドームのような飛球が伸びやすい球場で投げることを考えると大きな武器になるでしょう高尾響投手高陵関光一郎投手青森山田上原大河投手花咲徳春、武田天投手北陸なども巨人スカウト陣の視野に入っていると考えられますそれぞれに特徴があり巨人の投手陣に厚みを加える可能性を秘めています 例えば、高尾投手の技巧派としての腕は、巨人の伝統的な、勝負強い投手の系譜に連なるものかもしれません。また、関投手のような左腕も、常に需要の高いポジションです。上原投手と武田投手は、それぞれに安定感と爆発力を兼ね備えており、巨人の中継ぎ陣や先発ローテーションを担う可能性を秘めています。巨人が今年の甲子園大会で注目する投手たちを見てきました。 藤田類投手、堺井両投手を筆頭に、多くの才能ある投手たちが巨人のスカウト陣の目にとどまっているでしょう。これらの投手たちは、それぞれに個性的な特徴を持ち、素晴らしい成績を残してきました。しかし、プロの世界では高校時代の実績が必ずしもそのまま通用するわけではありません。 巨人のスカウト陣は単に現在の能力だけでなくプロで成長する可能性や巨人の球団哲学との適合性なども考慮に入れて評価を行っているはずですまたこれらの投手たちの甲子園での活躍がドラフトでの指名順位にどのような影響を与えるのかも非常に興味深いポイントです好投手が乱立する中で巨人がどの投手を一番に指名するのかファンの間でも大きな話題となることでしょう 同時に、ここで紹介した選手たち以外にも、多くの才能ある投手たちが甲子園に集結しています。予想外の活躍を見せる選手が現れ、巨人スカウト陣の目に留まる可能性も十分にあります。皆さんも、これらの注目選手たちの活躍に注目しながら、暑い夏の甲子園を楽しんでください。そして、どの選手が巨人の指名を受け、プロの世界で活躍することになるのか、大会終了後のドラフトまで目が離せません。 次の更新では、巨人が注目するイヤ主人にも焦点を当てる予定です。強打の保守や、瞬速の外野手など、巨人の打線を彩る可能性を秘めた選手たちについても詳しく紹介していきますので、どうぞお楽しみに。